とある日曜日の朝、もちこさんは眠っていました。お昼になってもずっと眠っていました。日が暮れて夜になっても、もちこさんはずっとずっと眠っていました。そうです。もちこさんは昨晩死んだのです。急性の心筋梗塞でした。